くじったぜ。急にどうした？前回の12国旗ネタバレ動画で視聴者さんのコメントを読み返したらハッとさせられた内容があったんだ。なになに、犯人は野手的な内容？んなことはない。内容はこれだ。へ、完全に見落としていたぜ。12国旗ファンにあるまじき失態だ。本当に恥ずかしいぜ。アセンが新王かどうかモヤモヤで終わったが、アセンが王になれるはずがないんだよな。失敗失敗。あのマリサさん、全く話が見えないんだけど、もうちょっと詳しく教えてもらえませんかね。そういえばお前にはまだ詳しく解説していなかったな。十二国世界では誰でも王に選ばれる可能性があるのだが、例外的に王になれない条件もあってな。実は先の王と同じ姓を持つ者は王には選ばれないんだ。次の王は必ず別の姓を持つ人だ。これをこっちの現実世界では異姓革命といい、州の武王が院の中央を滅ぼした頃から唱えられている王朝の交代を正当化する理論だ。え、けど行僧様の名字は確か、作、よね。アセンは、ジョーでしょ？全く別の名字よ。ふむ、実は十二国世界って名前がこっちの世界とちょっと事情が違ってな。一人で複数の名前を持つのが普通なんだ。え、マツコデラックスみたいに三つ広し的な名前あるとか？なんでおねえの名前なんだよ。詳しく説明するとな、まず作行僧様だが、お前が名字と言っていた作は正確には、無事、という。宇治とは成人したら自分で選んでつけるものだ。そのため未成年は宇治を持たないし、親と子は必ずしも同じ宇治ではないんだ。そして下の名前を、あざな、という。これは呼び名、通り名、通称を指し気軽に呼べる名前だな。行僧様の、行僧、はあざなだ。ついでに兄とあせんも同じだ。宇治が行、あざながあせんだ。そしてこの宇治あざなとは別に、姓、がある。これは親から引き継いで生まれた時につき、戸籍上に記載される姓のことで、婚姻しても修正変わらない。それと戸籍等に記載される正式な名がある。身分の高い人間の本名が呼ばれることはほぼなく、昔かたぎの人を中心に召したから本名を呼ばれることを嫌がる人が多いそうだ。そして行僧様の姓は僕、名はそう。これが行僧様の戸籍上の正式な姓名だ。そして問題の兄とアセンだが、アセンの姓も僕、名はこう。二人の姓に注目。同じ僕だろ。あ、本当だ。ということは、ニートアセンが新王の可能性はないってことよね。カエルのやつなんで視聴者に指摘されるまで気づかなかったのかしら。声明はあざなと違って作中に出てくる回数が少ないから思いっきり忘れていたそうだ。新しい単語を覚えるので必死になってたと言い訳してたな。けどこの姓のルールがあるなら、理妻たちはなんで新王は前疑惑にモヤモヤしてたのかしら。ふむ、十二国旗脚本集に書いてあったのだが、この別姓の法則ってかなりマイナーな知識らしく、渓谷でも小塾関係者ぐらいしか知らないことだそうだ。城西や六官庁でも知らないのが普通らしい。大国の高官の中では一部知っていそうな人もいたがな。だから渓谷で先の女王の妹が王を自称した際、同じ姓だから嘘だと見破れたのは一部の人たちだけだった。それじゃあ、姓が新王ではないということは、行僧様の生存確率も上がるわね。そうだな。だがこの別姓のルールって天候に定められたものではなく、統計に近いからな。大国はいろいろとイレギュラーな事態が起こってるから、サプライズの可能性もなきにしもあらずだ。ニートアセンが新王とか、嫌すぎるサプライズだわ。あと視聴者のコメントで鳩について書いてくれというのがあったな。前回の動画で鳩について書かなかったが、荒れた八景宮にあちこち鳩が住み着き、四六時中泣いていることが描写されてる。それと同時に魂が抜けた傀儡のような人間が宮廷内をフラフラしている。十二国旗ファンの間ではこの鳩が幻術を操る妖魔の正体と考察されていたな。それなら王と麒麟が戻ってもこの鳩を駆逐しないといけないのね。そうだな。そしてこの妖魔がアセンが恋に刺激してるペットなのかどうかも私は注目してるな。もし恋に妖魔を操っていたなら相当悪質だな。ところでカエルはこの鳩妖魔説について考察できていたの？あいつがそんな高尚なことできるわけないだろ。小説読むだけで精一杯だ。鳩ってうまいのかな？って考えてたぞ。解説者やめちまえ。カエルがない知恵振り絞って必死で鳩について考えたのだが、鳩は奇想本能が高いから、行僧様機関を意味する小野先生からのメッセージじゃね、とか言ってたな。考察が大雑把すぎるわ。これがカエルの知能の限界だ。というかこの動画自体もっと早く出す予定だったが、諸事情によりかなり遅れてな。なんで遅れたの？どうせしょうもない理由だと思うけど、台湾に旅行に行ってたそうだ。あ、なんで急に？急遽行くことが決まったらしい。あっちで十二国旗ごっこしてきたと騒いでいたな。十二国旗の世界を堪能できる建造物があちこち垣間見えるんだとさ。例えば国立中世記念堂とか、建造物がとにかく巨大なんだ。アニメにも巨大な建物が描かれているが、大きさがいまいち実感が持てない。それを体感できるから、両国含めた一国の王が持つ重責について経験できたから面白い。日本にはあまりない道教の廟もタダで入れた。仏教のお寺と全く違うんだよ。なんか面白そうね。日本人に人気の高い九分も楽春と象形が旅した遊都園に似ていたな。ここは千と千尋の神隠しのモデルとなった場所と言われているんだぜ。提灯が幻想的で美しいわ。だがここは超人気の観光地だから土日はすごく混むぞ。
日本のゴールデンウィークやお盆の時期はさらに鬼のように混むから平日行くのが良いぞ。傾斜の激しい階段登るから歩きやすい靴必須だ。あと太った犬と可愛い猫があちこちにいた。可愛い可愛い。タピオカドリンクもでかいし美味しかったな。これ全部で600円しないんだぜ。え、日本で買ったら一つで約400円以上するのに。タピオカドリンク買ったつもりがタピオカがあまり入っていないフルーツティーだったりしたが、それもかなり美味しかったぜ。というわけで12国旗のおかげで中華圏に興味はあるけど、中国本土に行くのは敷居が高いという人には台湾おすすめです。新日か大石カエルは筆談で店の人とやり取りしてました。食べ物も美味しいですけど、どうしても現地の味が合わないという人でも大丈夫。日本の外資系レストランがたくさんあります。味も日本と同じです。なんで台湾旅行の宣伝してるの？かつて中国本土からも旅行者がたくさん来ていたが、政治的理由により中国政府が台湾への個人旅行を禁止して観光客激減。観光業界はかなり打撃を受けたそうだ。だから日本人にいっぱい来てほしいと現地のガイドさんがおっしゃっていたんだ。旅行禁止って、12国世界でもびっくりの所要だわ。気候はどうなの？沖縄より南にあるけど。今の時期は雨も台風も少ないからおすすめするぜ。日差しはかなり強いが暑いというより暖かい気候だったな。総国南部か連国に来ているような印象だったな。大輝が連国に行った時はこんな気候だったのかと噛み締めていたな。何でも12国旗に脳内変換できるからファンにはたまらないわね。台湾についてもっと知りたかったら、3A 台湾というチャンネル見ること勧めるぜ。土屋太鳳さんと福原愛さんに似た面差しの可愛い日本人女性がいろいろと食や文化について紹介しています。それと台湾美少女も出ます。カエルは台湾版橋本環奈がいると言ってたな。日本語も上手いし性格も少年っぽくて面白い。台湾版の橋本環奈、これはぜひ見たいわ。台湾でしてはいけないルールやマナーを学べるから旅行前かなり勉強になったそうだ。ほとんど台湾の宣伝動画になってる。では話を戻します。前回の動画でたくさんのファンのコメントを読ませていただきました。台風の中頑張って本を買えた人、本を買いに行ったが店が閉まっていた人、震災の影響でまだ読めていない人などたくさんのドラマがあり興味深いことばかりでした。次の3巻4巻は11月9日発売です。今のところ天気が荒れる様子はなさそうです。あとわずか数日で発売されます。楽しみですね。それまで世知辛い世の中ですが頑張っていきましょう。